だいぶでも良くなってきてる。
てないとスピン。でも一回ボールアップで。楽しめろよ。そっちから出してこっちからバックハンド。
ダメだ。全然痛がつまらない。ラーメンのレベルね。じゃあ1年ぐらいかけてコツコツやるとか。ああだよね。サーブとか変えるからね。じゃあもう今回は10球も大概。ボールがもうダメになってきた。頑張ってる。
なかなかやるよな。なかなかやる。プレミア大会で優勝してくるんだから。したもんだ。たまたまいた人がそんなに強くなかったらどうよ。あの人が。ダッチ君強いです。なんか自分と同じくらいの強さの人がいたときにどうか。ちょっと山本君の方が勝ってたじゃん。いや、あれはまあ練習なんで。練習たまたま。
れはどうだったかな、シングル団体戦。あ、高校最後の、もう怖くて聞けないわ。あっちから来たらあれだけど、なんかさ、先週の時にさ、なんかこっちで私とかレッスンやった時に、なんかこっちでダブルしちゃってるのが来てて、山本君とあっちがこうサーブしてるところが、もろに覗かれてる動画があって、で、私が一応サイドだけ決めて、こっちレースしてて、で、僕の隣の、で、この横から見たの逆に見たかったの。で、奥にダブルしてるんだって、記念になる。こっちで撮って。はい。どうしようか。
綺麗に縦に回転かかってるみたいな。
またくぎって踏み外したら怖いからちょっと走ったりするのはやめといて、なんか怪我の間でもできる、治ってなくてもできる範囲内でやって、いやでも左足とか痛めた時は何もできなかったから1ヶ月、うん、サーブとかでも多分ダメだし、だから1ヶ月やってなくて先週じゃん、はい、でもまあなんか忘れてなかった部分もあったから、あれだけやったら頭で忘れても体が覚えてますよねとかって言われて、そうかもねって感じしちゃったわね。それも体が忘れてる部分もあるし、ちょっと休んで。